トリアシルグリセロール分子種の例。緑色がグリセロール部で3分子のパルミチン酸がエステル結合している。トリアシルグリセロールとは1分子のグリセロールに3分子の脂肪酸がエステル結合したアシルグリセロールで単純脂質に属する中性脂肪の一つである。略称して TG またはタグと表し別名をトリグリセリドとも言う。 中性脂肪は動物の体内脂肪組織に蓄えられる脂肪や食品中の油脂、植物油などを構成する脂質の8から9割を占めるがその中ではトリアシルグリセロールが圧倒的に多く特に動物の脂肪組織では95%を超えるこのことから単にトリアシルグリセロールというときは油脂のことを指しグリセロールと3分子の脂肪酸が結合した一つの 分子を示すときは、トリアシルグリセロール分子とも言う。グリセロールに結合する、脂肪酸の部分は、置換器としては、アシル元である。したがって、トリアシルグリセロールイコール3分子、脂肪酸、グリセロールという意味となる。アシル元となる脂肪酸の種類は、極めて多いが、それらアシル元の組み合わせ、グリセロールへの結合位置によって様々な、 トリアシルグリセロール分子種が生ずる。脂肪酸が N 種あるとすれば、理論的には、およそ N3、2種類のトリアシルグリセロール分子種が存在すると考えてよい。個々のトリアシルグリセロール分子種は、以下の例のように呼ばれて区別される。トリアシルグリセロール分子種には、立体一異生体が存在し、2や3の例のように、同じ脂肪酸で構成される分子種であっても、プー。 O, P, O, ー P, ポエセル、ポールズ、スパルスル、ポルポズ、ルスポはそれぞれ異なる文子種となる。結合位置が不明な場合は、プー、ポエセルというように脂肪酸の炭素数が小さい順に、二重結合の少ない順に表示することが多い。ルポズというように、アルファベット順に示す場合もある。個々の脂肪酸は二重結合の有無によって有点が異なるが、この不法ワードによって、 トリアシルグリセロールの性質が大きく異なる。不飽和脂肪酸の多いトリアシルグリセロールは、室温で油状の液体だが、飽和脂肪酸の多いトリアシルグリセロールは、固体となる。オリーブ油や、サフラワー油などは前者に、ココナッツ油やパーム核油は後者にあたる。またトリアシルグリセロールは一般に、有機溶媒によく溶けるが、ステアリン酸のような調査の飽和脂肪酸が多くなると、 アルコール、石油エーテル、ジエチルエーテルなどにも難用になる。トリアシルグリセロールが高値になると、動脈硬化、水臓炎になる。肝臓にトリアシルグリセロールが過剰に沈着すると、脂肪肝になる。トリアシルグリセロールについての血液検査の参考基準値は以下の通りである。APCDEF ブラッドテストリザルズ、ノーマルレンジズブラッドブック、コムファット AB アデバニュートリショナルズカナダオプティマルブラッドテストバリューズアーカイブド2009年5月29日アットザウェイバックマシンリトリーブドオンジュライ q 2 0 0 9 a b c d e f ィライブドフロムバリューズインミリグラムデシリットルツーエムモルマイリットルバイディバイディングバイ 89ACCOORDINGTOFAQS.org ワットアレミリグラムデシリットル エムモルマイリットルハウツーコンバートグルコースコレステロールラストアップデートジュライ21-2009リトリーブドオンジュライ21-2009ありがとうございます。